想定内なんですけど、まずはもう一回自分たちの攻撃っていうところのスピード感だったりとか、まあ、ミドルだったらこう踏み込みのスピードの速さを速くして相手を引きつけるだったり、それからの自分の攻撃のスピードを生かすっていうところっていうのをもう一回みんなで一から作り直そうっていうところで、そこではミドルのいいところっていうのは良かったなっていうふうには思うんですけど、勝ちにつなげられなくてちょっと悔しいです。